忘れないで、大人になっても。はい、どうも皆さん、こんにちは、ジーセリーです。本日も忘れないで大人になってもプレイしていきたいと思います。未来ちゃんの大冒険になっておりますが。ほっといてくれよ。もうだだってんだ。仕事、思えばつまらない人生だったよ。こんなことになるんだったら、あれもこれもやっとくんだった。あとの祭りとはこのことだな。でも、あの野郎、憎き彗星の野郎、こうしてみると、綺麗だな。毎回このセリフ言いたいんだよね。さて、これは、こっちに行けばいいのかな。スイスイスイ。あ、そうだ、私もお願いしてみようかな。流れ星にお願いすると願いが叶うってママが言ってた。じゃあ、綺麗なんだけどな。ああ、こうしてみると大きな流れ星。もしかして本当に落ちてきちゃうのかな。お星様、お願い。パパとママと、ついでにお兄ちゃんに会わせてください。ついでなんだね。それから、あの優しいお姉さんのお願いも叶いますように。優しい未来ちゃん。も、あれ、夜じゃなくなってる。あれ、もしかして夢でも見ちゃったのかな。やだやだ、まるでお兄ちゃんみたい。あ、そうだった。お兄ちゃん探さなくちゃ。これ元の世界に戻ってこれたのかな。よいしょ。これ戻ってきたか？戻ってきてる。違う。時代変わってる。ねえ、私やっぱりちょっと向こうの方も探してくる。ペンダント？うん。のぞみ、引っ越してこれたんだ、よかった。見つかるといいね。うん、すぐ戻ってくるね。また時代を逆境してんの、逆行してんのかよ。まったく、大事なものならちゃんと持っておかないとな、そそかしいやつめ。なあ、それよりさ、どうする？例の宿題。作文のこと？将来の夢だよね。めんどくせえよな。どうして大人ってな、こう夢だのなんだの聞きたがるんだ。そんなもんは胸に秘めておくもんだろうが。あら、珍しくいい子でいいわね。ほんと、珍しくは余計だぞ。ま、一つ言えることは、こんな神社の跡継ぎなんて真っ平ってことね。こんな神社なくなっちゃえばいいんだわ。もう、そればっかり。なんか、つい最近もこんな話を、誰かとしなかったっけ。あら、なに、お嬢ちゃん。お兄ちゃん見なかった？お兄ちゃん？どんな子なの？
赤い帽子をかぶってるの。それ以外は特徴ないの。そんなことはないだろう、未来。赤い帽子？お兄ちゃんのお名前は？ミナト。ミナト？そんな子は知らないよね。お前、前にどっかで会ったか？え、知らないよ。お兄ちゃん誰？そうだよな。ごめんね、ちょっとわからないわ。そっか、ありがとう。そうか、みんななんとなくこう記憶がまだあるんだろうな、あの港の。お前誰かに似てるような。どう、お兄ちゃん見つかった？どうしたの？僕の顔に何かついてる？お父さんです。これは、あれはのぞみに会いに行ってもいいのかな。いた。あら、さっきの子ね。何か用？探し物？うん、ちょっと大事なものを落としちゃったみたいで。もしかしてこれ？え？あ、そう、それよ、ペンダント拾ってくれたの？うん、ありがとう、すごく嬉しい。大事なものなの？うん、お母さんにもらったものなの。よかった、また喧嘩になっちゃうところだったよ。せっかく最近うまくやれるようになってきたのにさ。ママと仲が悪いの？まあ昔はね。のぞみ、どう？見つかった？うん、この子がね、拾ってくれたんだ。あら、さっきの。よかったじゃない。うん。じゃあ行こっか。あのさ、お姉ちゃん。え？神社なくなったらよくないと思うよ。あら、聞いてたの？さっきの話。お祈りしてる人いたんだ、一生懸命。だからさ、会った方がいいと思うの。誰かにお願いできる場所。願い事？変わったこと言うのね、君。でも、私たちもなんだか大切な願い事をしたような気がするわね。でも、なんだっけ。ありがとう、変わったお嬢ちゃん。そうだよね、ちょっと考えておくね。お兄ちゃん、一緒に探そうか？大丈夫。そう？わかった、じゃあね。ごめんね、優しいお姉ちゃん。せっかくのペンダントあげちゃった。でもなんか違うと思ってたんだ。あのペンダント私のじゃないなって。きっとあの人のだったんだよね。よかった、よかった。未来ちゃんが底抜けに優しくてさ、なんか本当に名前通りこの未来になんかつなぐ架け橋を
になってる子なんだろうな。あれ？今何か光った？よし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 。また時代はワープしたのかな。ん？かかかって、でかー、抜けない、さい銭泥棒だ。誰か、誰か男の、大人の人。お。今なんかおばあちゃんだな。どうかあの子がいい加減降格を諦めますように。一体何歳まで親のすねをかじって暮らすつもりなんじゃ。え、このおばあちゃん、まさかだけど駄菓子屋のおばあちゃんじゃないよね。まさかこの年まで生きてないよね。生きてそうなんだけどさ、あの駄菓子屋のおばあちゃん。黙って見つめ合って、あれ、黙って見つめて、あれ、この二人さ、あれ、この男の人あれじゃない、写真家になるっつって恋人を置いて行った人だよね。え、これもしかして未来が変わって女の人生きてるパターンなの。はあ、絶対そうだ。あ、そっか。ああ、よかった。そっか、こんな変わり方するんだ。いやー、これはいいね。あ、あんまり遠くに行かない。今日も一日いい日だったね。この年になるとね、毎日が感謝ですよ。今日この一日は誰かが生きたくても生きられなかった一日かも、なんてよく言ったもんだわね。お嬢ちゃんも今を大切に生きるんですよ。今日は二度と戻ってこないのよ。深い。そしてあの二人が幸せになってる、それも考えると深い。お、いやー、今日も平和だな。警官なんて暇が一番だよ。何か用かい？お、ココテツ、ココテツ。父ちゃん、遅い、いつまで待たせるんだ、小太郎。小太郎。へへ、ごめんごめん、ゲームがいいところでさ。まったく、誰に似たんだか。どこ行くんだっけ？父ちゃんの古い友達に会いに行くんだって何回も言っただろうが。ちゃんと挨拶するんだぞ。はい。母ちゃんは？母ちゃんはまた後で。よし、じゃあ出発。ほら待て、飛び出したら危ないだろ。そっか、小鉄も幸せになったんだな。あれ、行くとこねえの。あれ、なんか神社の前誰かいるぞ。あれ、あれ、あっこ、あっこ、こわっこ。じゃあそろそろ行くからね、日向。うん、日向。本当にその格好で行くの？もちろん鏡神社の跡取り娘ですもの。まったく誰に似たんだか。ねえ、パパは？パパはまた後で。そっか、小鉄もアッコもそれぞれ結婚して子供ができたのか。未来？ママ。
どこに行ってたの？ダメじゃない。ごめんなさい。ちょっとお兄ちゃんを探しに行っただけなの。あどうして置いてったの？バカ。だってだってじゃない。もう少しで交番に行くところだったんだからね。バカバカグッバカグッでもね、これもね、ほら、みんなともね、こうやってみんなとバカって言い合える、家族がね、普通に人生がこう送れるってことが、これはこれで素晴らしいことだよ。よかった。見つかったみたいだな。あれが未来ちゃんかしら。ねえ、ママ。ん？あの男の子、誰？あれが湊くんよ。昨日説明したでしょ。ねえ、父ちゃん。ん？なんだよ。あの男の子さ、さっき俺の顔見て、こてつって追っかけてきたんだよ。俺、あいつ怖いよ。ああ、何言ってんだお前。そんなわけないだろ。さあ、そろそろ行こうぜ。ようやく全員集合だ。そっか、最初湊が追いかけてった小鉄とアッコはこの子供たちだったんだね。美味しいもの食べましょうね。積もる話がいっぱいだわ。うひょーわーい。本当に、ようやくだわ。やっと再会できるのね。ん？全員集合か。これもしかしてあれか？アッコは全てを理解してるのか？まあ、鏡神社の娘だもんな。やっぱりそういうところ分かってたりするのかな？繰り返し緊急ラジオ速報をお伝えします。地球に最接近していた通称アラハバキ彗星は、その進路を専門家の予想から急速に外れ、衝突の可能性は回避、奇跡。なあ、何？ずっと言おうと思ってたことがあるんだ。なんか分かる気がする。結婚してください。いいわよ。ただし、条件があるの。え？もし将来、男の子が生まれたら、名前、決めさせてくれる？私、つけたい名前があるの。え？ダメ？わかった。いいよ。たださ、ただ、実は僕にもあるんだ、つけたい名前が。え？それってもしかして、湊？はあ、いいわ、この瞬間。みんなの中でどっかしら湊のことを忘れないで覚えててくれていたってことなんだもんね。ねえ、未来、今日はどこに行ってたの？どこにも行ってないよ。ちょっとその辺をブラブラしただけ。
そっか。あのね、ところでママね、未来に渡したいものがあるんだ。え、なになに、いいもの？気に入ってくれるかわからないけど。これね、ママが、ママのママからもらったもので、ペンダントだ。巡り巡ってまた戻ってくるのか。いいなぁ。エンド。いやー、よかったー。ちょうど夏の時期にかぶってね。忘れないで大人になっても、というわけでですね、本日で最終回となります。追加ストーリーよかったね。やっぱりね、やってよかった。本当にこんなにね、なんか追加ストーリー余計なのかなって一瞬思ったけど、プレイしてみるとこれあってよかったってなる。本当に久々に本当にね、心の底からいいゲームプレイできたと思いました。ストーリーが本当に良かったね。またこのゲームやりたいな。またどっかで追加ストーリーとか出ないかなと思っております。というわけで、本日で、忘れないで大人になっても最終回となります。また次回、別のゲームでお会いいたしましょう。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。バイビー。